アズールレーン、クロスウェーブ、一緒に遊ぶにゃ。どのモードを選ぶのかしら。図書館にはどんな物語があるのかしら。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。ご自由にお楽しみください。それではクリーブランド、終わりましたらお声掛けください。いいよ。いやー、腕が鳴るな。獣王庭園の盆栽の剪定を手伝えるなんて夢みたいさ。仕上がり楽しみにしています。すでに形は結構整ってるな。どこから手を入れたものか、自分のと見比べてと。お、盆栽ってやつだな。あ、雪風か。そうだぜ。こっちに置いてあるのは私物で、なんなら横でやってみる。私のだから遠慮はいらないからさ。お、いいのか。この天才の雪風様は言っちゃなんだが、盆栽に関してはド素人なのだぞ。大丈夫、これ以外にも私のはたくさんあるからさ、練習用に渡してあげるよ。やった、任せておけ。で、どこから手をつけるのだ。バランスを整えていくんだよ。枝が密集しちゃってる部分を間引いてあげるんだ。これは木のために行うのさ。医者みたいだろ。おお、私が任せてもらってるのはこの先何年も育て続けるやつだから慎重にやらないといけないけど、そっちは気の赴くままにやってくれていいぞ。おお、なら全然難しくないぞ。チョキチョキ。できた。雪風様が終わったのだ。見よ、この出来栄え。ああ、結構がっつりいったんだな。なかなかいいよ。枝葉があるところとないところはもう少し分けた方がもっと良くなるかな。なんだ、雪風様間違ったのか。いや、間違ったというか、ちょうど終わったところかしら。あら、雪風もいる。どうだこれ、クリーブランドのに負けてないよな。私の盆栽を手伝ってもらったんだ。ああ、もちろん任せてもらった盆栽の方は責任を持って私の手でやってるからさ。一目で誰が担当したか分かりますね。いや、雪風様の盆栽そんなにダメか。いいえ、そんなことは一言も言ってないわ。クリーブランド、私が剪定できるものはあるかしら。ああ、それならこの盆栽も私のだからいいよ。私物お借りするわね。チョキチョキ。おお、雪風の方がうまいかな。そうなのか。評価基準は何なのだ。いや、評価基準なんて人それぞれなのさ。さすがに大会にもなるとレギュレーションはあるんだけどね。人それぞれってなんでそんな曖昧なのだ。自然を愛すのが盆栽の心得なの。その自然に点数をつけるだなんてナンセンスでしょ。正解がないまま自分の盆栽がよく育つように形を整えながら見守っていくんだよ。例えるならペットを飼う感覚に似ているかも。木なのに？想像を超えた世界なんだぞ。少なくとも勝ち負けを競う世界でないことは確かよ。それさえ分かってもらえればいいわ。クリーブランド、お疲れ様でした。また剪定を頼むわ。あ、それじゃあな、雪風。これがしぐれのやつとの勝負に使えるな。決めたのだ、この雪風様が盆栽をマスターしてやるのだ。終わりのないのが盆栽なのよね。そのやる気はいつまで持つのやら。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とは
パラレルの関係だ。自由に楽しむがよい。はあ、どうして今日は、はあ、はあ、隣、いいか。許す。ムツ、それとあの無口の声、川風はいないの？何かあったのか？よその陣営の子に心配されたとは。ううん、よい。実はちょっと一人になりたかったのだ。は？付き人たちに囲われるのにヘキヘキしたとか。当たらずといえども遠からずである。世に大きな期待をしてくれている者たちが厳しくもとても親切に接してくれる。だがそれでも疎ましく思ってしまう時があるのだ。世を心配してのことだと分かりきっているのに、世はとても失礼だな。分かったぞ。そのやるせない気持ち、しかと汲み取った。お主、分かってくれるのか。まず先にその親切な者たちの真意について紐解いていくわよ。真意？そう、ロイヤルでも貴族たちや教育を受ける子にはお使いなり教師なり後見人なり従者として親切にしてくれる者がつくわ。そして私は従者側の者だ。多くの子たちに共同感として引率してきたが、辛く当たられることもあったのか。もちろんな。そしてそれ自体も狙った効果の一つなのだ。どういうことであろうか。人同士のやりとり、どれだけ丁寧に接したところでほころびが出ることはある。従者の関係ともなるとなおさらさ。お互いに立場もあるしな。そうではあるが。そして人は悩む。あなたはどう悩んだ？それは自分が悪かった。いや、自分より相手が失礼じゃないか。いやいや、むしろ第三者の要因ではないか。そう、自分を責めたり他人を責めたり悩む、また悩む。しかし来たる日は従者どころか他の陣営の者ともっと悩ましい局面が来るかもしれないな。すべてその時のためのテストなのだ。では世がこのようにうろたえることもいいのか。もちろんだ。本来はこのこと自体も自主的に気づければなお良いのだが、ここまではサービス、特別講習としておこう。なんとお礼を述べて良いのか。やはり世などまだまだひよっこであったか。へい、勘違いをするな。この世は誰もが死ぬまでひよっこだ。日々精進していくぞ。ああ、この日期せずして学んだことを世は胸に刻んだ。ムツ、赤城、川風、そしてみんな、これからもよろしく頼むぞ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だ。自由に楽しんでくれ。おや？ん？当てに何か用？見たことのあるボードゲームだ。確か名前は将棋だったかな。縦横のチェスといったところだったはず。詳しいね。将棋は一人でも遊べるのか？いいえ、友達が来るのをここで待ってたんだけど、今日は忙しいらしくて畳むところだった。ではせっかくだ、これも何かのね。この私と一
勝負付き合っていただけないかな。いいね。ルールはわかるの？だってチェスのルールは逆にわからないよ。おほ、ではさしながら共にルールを確かめ合おうじゃないか。それは面白そうだね。ふというのがポーンに当たるようだな。でも最初からは斜めに動けないよ。歩の方はね。いや、ポーンは斜め前に敵の駒があった時だけ斜め前に移動できるんだ。ややこしいね。こちらからすると歩のあまりの強さに笑ってしまうだな。あ、駒をいただき。おっと、畜生取られたか。チェスと違い、最も弱い敵に真正面からやられるのは油断が全くできないな。じゃあこの取った持ち駒を、えいっ、なんだそれは。え、まさかチェスの方は取った相手の駒を置けないの？置けないよ、そんなルールはないぞ。いや、これこそ一番大きい違いじゃないか。勉強になる。だいたい打ち取られた駒がどうして敵側につくんだ。まるでゾンビだ。理屈がわからないな。きっと仲間にしたってことじゃないかな。殺してはいないんだよ。そうか、そう言われると奥深く感じるな。持ち駒をどれだけ使うかで攻め方と守り方にすごく差が出るよ。なるほどな。もしもこの歩が駆逐艦の妹たちだとしたら、仲間にした後は私の指示一つで戦ってくれるのか。将棋実に面白いな。気に入った。目の色が変わったね。でも将棋では当て初心者に負けないよ。私の闘志は屈しないさ。いざ勝負の続きといこう。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だから自由に楽しんでよね。あ、ねえオイゲン、あのさ。何かしら。鬼ごっこってしないわ。好きか嫌いかを聞きたかっただけだよ。好きって言ったら付き合わされるんでしょ。うそうだよ。だってやることないし、だいたい潜水艦を丘に上げておくのはどうかと思うんだぞ。じっとしてるの嫌だ。困ったわね。ビスマルク、しばらく二人で出ていいかしら。どうぞ。人がいないと研究がはかどるし、むしろ外してもらえると助かるくらい。何よその言い草ってね。それじゃ部屋の警護もいらないみたいだし、遠慮なく行きましょうか。うん。さてと、 U81 が一人で遊べそうなところはないかしらね。え、オイゲン、一緒に遊んでくれないのか。私もせっかくだから、この機会には他の陣営の子と遊びたいわ。でもそんなに都合よく。あら、ごきげんよう。うん、こんにちは。ロイヤルの子ね。もしかして今時間がある？ええ、演習の出番は明日以降ですから、開会式の後は暇でしてよ。それは良かったわ。じゃあ二人で話さない？甘えませんわ。お誘いありがとう。行きましょうか。打ち解けるの早。ああ、そうだ、もしよかったらこのことを話してくれる相手を紹介してくれないかしら。それでしたら当てがありますわ。ユニコーンちゃん、出ていらっしゃい。何かよう。あ、かわいい。こちらの鉄血の子があなたとお話がしたいのですって。どんなお話？そうだな、まずは好みのお話は何かからかな。それなうまく遊び相手になってくれるといいけど。
さて、みんなよそのことうまくやれているかしらね。私も後で部屋を出てみようかな。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係。自由に楽しんで。お邪魔するぜ。招待を受けてはせさんじたが。あれ、まだ誰もいないのかな。では外で待った方が良いだろうか。うん。あ、いかがした。テーブルの上を見て。これだよ、これ。魚がぶち込んである謎のパイ。ああ、強烈な見た目だな。あら、二人とも、もう来てくれていたのね。遅くなってごめんなさい。気にしないで。こっちこそ勝手にくつろいでてごめん。今日はごちそうと話を聞かせていただけるとのことで、かたじけない。そうよ。そしてごちそうと話というのは、え、まさか巷で話題のこの大けグルメよ。興味は間違いなくあるが。それは何よりね。まず名前はスターゲイジーパイというの。スターとゲイジーで星を見つめているといった意味合いがあるわ。ああ、スターゲイザーなら知ってる。星を見つめるもの、天文学者のことだ。厳密にはこの料理で星を見つめているのはものじゃなく、お魚のことだけどね。ほら、上を向いているでしょ。確かに、パイに魚の頭を上に向けてぶっ刺してあるのがほんと強烈なんだよな。それが何匹もいるし。少し待たれよ。拙者は常々この魚についてはわざと料理の景観を損なうことで誰かの料理下手をアピールするためのものかと思ったのだが。とんでもない。むしろ顔を出した魚の存在がこの料理の肝なのよ。思わずアタゴの声で肝という声が頭の奥で聞こえた気がするな。肝だけに。料理の由来を説明するわ。ひどい嵐で長期的に魚が取れず、飢餓に瀕していたある村の漁師が命を落として漁に出かけていって、無事にしかも大漁で戻ってきたという遥か昔の伝説的なエピソードがあってね。宴として皆にパイと魚を振る舞ったとされていて、その時にこの料理が生まれたのよ。へえ、その漁師の人、勇敢なだけでなくてきっと相当な技術も持ってたんだろうな。すごいや。しかしパイと魚を合体させることの理由はわからないのだが。勇敢な人の偉業により飢餓という運命を乗り越えられる。その当時の圧倒的な成功体験をパイにそのまま詰め込もうとしたらこうなるのよ。すまん、やはり拙者にはわからぬ。安心して、ロイヤルでも心の底からわかるという方は少ないから。だろうね。おまけに誰でも知っているという料理ではないのよ。では次はみんなで試食してみましょうか。二人とも食べたことはないでしょ。ないけどさあ。そんな嬉しそうな顔をしないで。今私どんな顔をしてるんだろう。料理だと思っていないものを見つめていたら人から食べられるんだよと言われた時の顔だな。それ例えじゃない、そのままだよ。まあまあ、まずは食べてみなさい。なんか魚の断末魔が聞こえてくる気がするんだけど。幻聴よ。どう、お味の方は。この魚、獣王でも取れる類のものかな。魚の部分が案外美味しい。というかこれ、要はパイと魚を一緒に頬張るだけなのだな。そうとも言うわね。パイの味に思いっきり足を引っ張られるわ。パイに肉やジャガイモを詰め込むのが無難だけど、中にはあえてパイの味をうんと甘くして。もうやめてくれよ。ロ
イヤルの料理が革新的なのはよくわかったから。それは何よりね。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係ですね。自由に楽しんでください。ふわー、平和ですね。うわー、きた、引き来た、重い。さあ、うまく力を加減して持ってまっすぐになるように。うわ、これ本当に相手は魚？すごい、折れそう、竿折れそう。また逃げられちゃったよ。当ての目から見てうまくはなってきてる。もうちょっとだね。いや、釣りって面白いね。魚の力が竿越しに全部乗ってくるこの感じ。実際に釣り上げた時の感触もっとすごいよ。よーし、再挑戦いくぞ。綺麗な形の雲さん。およ、来てますね。ひょいっと。よくそんなにスムーズに釣れるね。コツがあるんですか？何、10匹目それ。これは釣り師として一級の腕前だよ。なるべく雲さんを観察しているのがいいのかもしれませんね。そうなの？とりあえずルアーを投げ込む位置を見極めた方がいいかもね。サフォークはきっとそのあたりがいいんだよ。すぐ隣で釣っててもこれだけの違いが出るのか。才能の差をちょっと感じちゃうね。気休めだけど魚雷天ぷら食べとく？いや、今はいいよ。気分じゃないというか、あまり食べない。そう、はん、うまそうに食べるなこの人。ほい、そして釣りもうまいと。せっかくのオフ、今度こそ釣れるといいんだけどな。じゃあ試しに私の指さしてるとこあたり狙ってみてください。ルアーの位置？うまくいった気がしますよ。ほんと？すごいのが来てる。え？うわー、ほんとだ。二人とも手伝って。わかった、支えるよ。およ、本当に火星が必要みたいですね。行くよ、せーの、よいしょ。これ何かの間違いだよね。どうしてこれってセイレーンの偽装？まあ見なかったことにしましょう。海に戻しちゃうの？今日は休日だしね。見慣れた量産型のものだし報告いらないよ、あんなの。それよりもクモさんだよ、クモさん。ほら、日々一つとして同じ雲さんはないんですよ。うん、今日は間違いなく特別楽しい日ではあったよ。疲れたけどそれはよかった。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だよ。自由に楽しんでね、インディーちゃん。ポートランドさん、先日の演習では大活躍でしたね。え、そんなことないですよ。いえ、誰もが認めるほどとても勇敢でした。それでいて間違いが許されない作戦も的
確に実行されていて、冷静さと情熱、誰でも両立できるものでは決してないです。もしかしたら私の場合、作戦を行いながらリンディちゃんのことも考えているのがいいのかも。考え事ですか？あなたにも妹がいるでしょ？ええ、飛竜は私の自慢の妹です。今も忙しく働き回っていますね。私はリンディちゃんのことを思えば思うほど熱く頑張れるんです。作戦は作戦で、うちの頭で考えているのかもですね。思考を分割されているのですか？飛竜のことを考えながら作戦、とてもじゃないですが容易ではないですね。話は聞かせていただきました。あ、購買部の、いつになったらインディーちゃんグッズ置いてくれるんですか？その件は後ほど。それより2つ以上同時に物事を考えると開拓すべきテクニックと存じ、少しでもコツを教えていただきたく存じ。いいですよ、後でインディーちゃんの布教に協力してもらいますからね。こちらお釣りになります。ありがとうございます。入荷したての新商品もいかがですか？今だけお安くさせていただきます。どうしようかしら。すぐに買わない場合はこちらのポイントカードとお引き換えください。有効期限はございませんよ。まあお得ですね。他にもちょっとした保険の適用、類似品への無償のお取り替え、次回購入品の一品どれでも値引きサービスもございまして、いかが？明らかに商売スキルが上がってる。新サービスでどんどん畳み込んでくる。一体どんな訓練を？インディーちゃんの髪と顔とボディとファッションと匂いと声と空気を考えながら、自分の仕事も完璧にこなせるようになったら、みんなにも新たな才能が開花するかもよ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だから、自由に楽しんで。エンタープライズちゃん、カードで勝負してくれない？どうしたんだヨークタウン姉さん、突然だな。ツンツン。エルドリッチか。演習が始まるまでは退屈かい？そうみたいなの。それでせっかくだから3人で遊んだ方が盛り上がるかと思って。うん、なるほど。では乗らせてもらうか。どうやって遊ぶ？ポーカー？オールドメイドで。ババ抜きか。エルドリッチ頑張る。負けちゃった。ああこれで私の15連敗ね。ヨークタウン姉さん、思った以上に顔に出るな。負けてるのに楽しい？そうよ、だって15連敗簡単に達成できることではないでしょ。素敵な笑顔と声で言うものだな。うん、確かに。そっか、勝つだけが遊びじゃない。そうだな、楽しめているかどうかその方が肝心だと思う。じゃあエルドリッチ、今度は連敗目指す。私は手強いわよ。確かにこれはまだまだ楽しめそうだ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。自由に楽しんでください。
しっかりしてください。すごい熱ですよ。うむ、自分のこととなると案外気づかぬものよな。まずはお部屋まで戻りましょう。どうか安静になさってください。しかし開会式が。いいえ、ゼフ長のお姿をお見せすることの方が問題になるのではございませんか。その通りか。はい、私の方でみんなに連絡をして回りますから、一足先に両者にお戻りください。すまぬ、恩に着る。無事に戻られたわね。さあここからが大変よ。もしもし、アリゾナです。実は偶然長門様にお会いしたのですが、体調を崩されていまして。はいはい、もしもし、アリゾナです。長門様は開会式に出席されないことになりまして。はい、体調不良だ。代役を今すぐ探す。影武者、無茶です。ユニオンのメンバーならすぐに声をかけられるかも。だけど、あれ、どうしたの、何か困りごと。せっかくいけるかも。何何、幽霊さん面白い話なら乗っちゃうの。長門様、噂では体調不良って話だったけど、結構頑張ってスピーチされてたな。長門様ってあんなお声だっけ。白露が忘れっぽいせい。なるほどね、その説明は簡単なのね。風で声が変わられていたのか。ああ、なんて不憫な。それでもあの堂々とした感じかっこよかった。でもなんだか語尾は伸ばし気味だったような。風のせい？それになんだか巫女服のデザインも普段と違ったような。立ち姿とか髪の毛とかよくよく考えると、いや、イメチェンだろうよ。それはお疲れ様、ロングアイランド。いい判断だったの。衣装の準備もすごかったし、どうにかみんなをごまかせたみたいで万歳なの。今度アリゾナも誰かの影武者をやってみるといいの。いいえ、私は今回みたいな人助けのためだったら。それなら考えてみるわ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係ですわ。ご自由に楽しんでね。ひどい熱。困りましたわ。ちょうど他のユニオンの皆様がいらっしゃらない時に発熱だなんて。私たちも間が悪かったわね。ポートランド様、おかわいそう。うなされていますわ。ひーちゃん。一見普段と変わらないようにも見えますけど、お顔が真っ赤ですわ。早く看病の準備を。氷枕を用意してもらえるかしら。わかったわ。北の海までひとっ走り行ってくる。ビクトリアス、氷枕というのはね、ティルピッツのところにちょこっとね。あらら、姉さん、ただいま帰還したわ。ええ、戻るのも早いですわ。氷山を砲撃して持ち帰ってきた氷の塊、これでこのお方に勝利の看病を。この際それでもいいでしょうか。これをポートランド様の額に置きますわね。あと手ぬぐいを用意して。ええ、すぐに準備するわ。キンディーちゃん、大きな声が。
声が騒々しい。姉さん持ってきたわ。今は少しでもお休みいただかないと。そうですね、子守歌でも歌って寝つけさせた方がいいかしら。姉さん、私勝利の賛歌しか歌えないけど。うん、わかったから、レスタル様とインディアナポリス様を探してもらえます？任せて。行ってくる。必ず回復させてみせるわ。人を呼んでくるだけでいいから。頑張って、病魔に耐えて、そして勝利をつかみなさい。うん、ビクトリアス、病人に向かって大声を上げてはダメですよ。よろしいのですか？はい、おかげさまで。看病ありがとうございました。せっかく訪ねていただいたタイミングで寝込んじゃって失礼しました。いえいえ、お気になさらず。闘病中すごい夢を見ました。それはどんな？はい、金髪の女神がどういうわけか擬人化された病魔を相手取り、石柱を振り回し一掃してくれてまして、豪快でした。まあ、まるで私みたい。あらら、私インディーちゃんが出てこない夢なんてめったに見ないからちょっとびっくりしました。これからも栄光はあなたと共にあるわ。困ったらいつでも私をお呼びなさいな。はい、ビクトリアス。一件落着ってことかしら。モードを選ぶのかしら。いいタイミングね。設定を見直しましょう。